最近流行ってますよね。 AI にいろいろやらせる系が。例えば小説を書かせたりとかね、 AI に未来を予知させたりとか。その中でも僕が注目したのは AI に絵を描いてもらう技術。まあ、さらに AI っていうのは実は YouTuber とも縁があって、切っても切り離せない関係にあるわけですよ。 YouTube に上げられた動画っていうのは全て AI がね、内容をチェックして、この動画にはエッチな内容が含まれていないかとか、スケベな内容が含まれていないよねとか、これは卑猥じゃないけど大丈夫かなみたいなのを AI が精査してくれるわけですよ。そこでね、一つ疑問が生まれたわけです。 AI が描いたエッチな絵に AI はエッチ判定を下すのかどうか。 YouTube には動画を上げる際に、動画があまりにエッチすぎる場合は自動で非公開になるよう設定されてるのかな。まあそこまで、まあ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 エッチだけど、まあこれならいいよっていうものには18歳以上しか、視聴できなくなる年齢制限というものが動画にはつくんですが、まあそこで今からね、この AI のアプリを使って AI 君にちょっとエッチな絵をね描いてもらって、その描いてもらった絵とその描いていく過程かな、もう込みで、動画にして、これ YouTube に上げてみようと思います。まあ、これをこの動画がね、皆さんの目に届いていればね、それはすなわち AI は自分でエッチだと思っていない絵をエッチだと思い込んで描いている。ちょっとややこしいですけど、まあそれが証明されるということで、それではね、やっていきたいと思います。よし、やっていきましょう。まあ案件でも何でもないので、アプリの紹介とか名前とかは特にありません。もう適当なやつです。じゃあまずはジャブでいきましょうか。ちなみに全て英語入力ですが、意味は各自で調べてください。あ、ちなみに画風が選べます。今回はジブリでいきます。意味はね、各自調べてください。余計なこと、余計なスケベなことを言って、それが理由でね、ね、年齢制限とか設けられたら、叶わないので。これ。いや、どうだ？わからん。まあ、そう言われればそう見えるし、そう言われなければそう見えないんだけど。まあね、意味を、調べない人は僕がなんて果たしてね、絵を描かせたのか想像してみて見るのもまあ面白いかもしれませんね。いや大丈夫そうだぞこれ意外と。じゃあね、次どうよ。 AI 君はさ、こういうのどういう風になってんだ。いや、いや、見えるぞ。いや、これまずくね？これはさすがの YouTube くんも、何かしらのアクションを起こしても不思議ではない。まあ、どういったものが映れば、なんつう、AI のそういう、なんつうのかな、NG になるのかはよくわからないんですけど、まあでも意外といけそうな気もしてくる。よし、じゃあ、ちょっと次は結構ヤバめのワードでいくわ。で、画風もファンタジーに変えよう。ファンタジーなスケベを所望しよう。どうなる？え？は？何これ？え、どういうこと？これのどこにスケベな要素が？AI 君？早すぎるのか、人間には理解できない AI の気持ちが。え？え？スペル間違ってる？いや、合ってるな。え、何？どういうことなんだろう？意味がわからない。ちょっと気を取り直して。まあね、僕はね、こういう、仮にね、ちょっと18禁動画上げちゃってチャンネルバンされたらどうなるみたいな心配も皆さんあるかもしれませんが、まあ基本的にチャンネルは収益を通してないので、まあ吹っ飛んでもまあ、最悪大丈夫ぐらいの気持ちでやってますが、どうでしょう。
いいんじゃねこれ、まあ、いいんじゃねっていうのがよくわかんないけど。いや、ありそう。鳥人じゃん。笑い飯の。いやいやいや、いい感じだけど。なんか、ここまでのさ、この、お題の履歴がさ、エロ覚えたての中学生みたいな。そんな言葉ばかりが、ねえ、履歴として残ってしまってますが。まあ、これを最後にしましょう。あ、いい感じ。あら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 。いいんじゃない？え？また？また鳥人じゃない？なるほど。AI 君は鳥人をスケベな存在だと思ってるってことか。とりあえずこれを、YouTube に動画上げてみますので、まあ、どうなるかご期待ください。よし。